現在最も激しい戦闘が繰り広げられる東部戦線だけど、南部戦線においてもメルトポリでロシア占領地にて大爆発が起きており、ウクライナ軍の反転攻勢が繰り広げられているよ。1月に入って冬将軍が来ると戦闘が膠着状態になると予想されていたが、ウクライナ軍は、ここでももう反撃に出ているな。さすがに寄せ集めの動員兵では、冬将軍に打ち勝つことはできないよね。そうだね。さて今回は、この南部メルトポリで起きた大爆発と 54% の領土奪還劇について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。年も明けてロシアのウクライナ侵略は間もなく11ヶ月目に入ろうとしているんだけど、アメリカをはじめとする NATO 加盟諸国の支援によって立て直したウクライナ軍が、9月から東部戦線と南部戦線で反転攻勢に出て、東部戦線ではウクライナ第2の都市ハルキウ市を含むハルキウ州の全土を奪還しつつあり、ドンバス地方のドネツク州とルハンシク州で激戦が続いているよ。一方で南部戦線においては、ヘルソン州を流れるドニプロ川西岸地域に展開して州都ヘルソン市を占領していたロシア軍をドニプロ川の東岸に撤退させた後、ドニプロ川東岸地域から一気にヘルソン州を取り戻してクリミア半島の奪還を目標に掲げて、中南部のザポリージャ州の奪還を目指して準備を進めていたぜ。ウクライナ軍の反転攻勢に押され君のプーチン大統領は、東部のドネツク州とルハンシク州でそれぞれ親ロシア派武装勢力が独立国家宣言をした。ドネツク人民共和国とルハンシク人民共和国を承認した上でロシア連邦に併合し、南部のザポリージャ州とヘルソン州もロシア領として併合したが、ドネツク州の他は全てを制圧することができないまま、当然、国際社会もロシアの言い分を認めることなく、これら4州はウクライナの領土となっているね。今後、ロシアに占領されている地域の完全な奪還を目指すウクライナ軍の奪還目標が、東部と南部のどちらになるのかについては様々な見解があり、9月の反転攻勢の際に南部ヘルソン州で反転攻勢をかけると言われていたんだ。しかし、東部ハルキウ州を電撃的に奪還した経緯からヘルソン州からクリミア半島を狙うと見せかけながら、やはり東部のドネツク州を狙っているのではないか?という意見や、東部ドンバスでは現状以上にロシア軍が攻勢に出る戦力はないため、ドネツク州のバフムートなどで反攻に転じると見せかけながら防御に徹して、ヘルソン州のドニプロ川を溶かしてヘルソン州を奪還した後にクリミア半島を孤立させる可能性が高いとする見方が高まっているみたい。または、ドンバス地方もヘルソン州も陽動作戦に過ぎず、ここを奪還することでドンバス地方とヘルソン州との補給絡を断つことができる。ザポリージャ州のメリトポリ奪還が狙いだとする見方が高まりつつある中、12月13日にメリトポリ市内で大爆発が起きたとして、ロシア側が任命した行政府のエフゲニー・バリツキー知事がテレグラムに戦況を投稿していたぜ。バリツキー知事の投稿によると、攻撃は高機動ロケット砲システムハイマースのロケット弾によるものとされ、メリトポリ市街地にある民間人も利用するレクリエーション施設に着弾して2人が死亡、10人が負傷したと伝えられたね。しかし、ウクライナ側メリトポリの市長であるイワン・フェドロフ氏は、地元住民からの情報から攻撃されたのはロシア軍部隊が駐留している基地であり、検問所や対空レーダー基地、ロシア連邦保安庁 FSB の拠点などとされており、ロシア兵は約200人が死傷したと伝えたよ。さらにフェドロフ市長はメリトポリ市内に駐留しているロシア軍がパニック状態に陥っているとの情報も伝えており、その詳細は不明だがロシア側とウクライナ側の両方でザポリージャ州メリトポリ市をめぐって、ウクライナ軍の動きが活発化していることを報じていることから、厳冬期を迎えて地面が凍結し始めたこの時期を狙って、ウクライナ軍が一気にメリトポリを奪還するのではないかと見られているんだ。ウクライナ軍がメリトポリを奪還することができれば、ヘルソン州やクリミア半島のロシア軍への陸上補給路を遮断することにつながり、ウクライナのアレストビッチ大統領府長官顧問はメリトポリの奪還によってヘルソン州の南にあるクリミア半島への道が開けると述べ、我が軍がメリトポリへの攻撃を強めていると示唆したよ。
12月13日にアメリカのシンクタンク戦争研究所からも、ウクライナ軍はメリトポリ近郊のロシア軍施設への攻撃を強化しており、補給路となっている橋梁の破壊なども行っていると指摘していて、ウクライナ軍の目標がメリトポリ奪還である可能性が高いことを示唆していたね。戦況が少しずつ変化している中、ロシア軍によるウクライナへの無差別インフラ攻撃は終わることなく、14日には首都キーウにイラン製の自爆攻撃型シャヘド136-13機が飛来しており、ウクライナ空軍の防空システムが作動して13機すべて撃墜されたとして、ゼレンスキー大統領がビデオメッセージでキーウの防空システムが強力であることを強調したが、撃墜したドローンの破片などの一部が市街地に落下して、少なからず被害は出ていたんだ。一般市民に被害が及ぶような真似はしてほしくないけど、ロシアにそんなことを説いても馬の耳に念仏だよね。ウクライナ国内では10月から開始されたロシア軍の巡航ミサイルやドローンによる、民間インフラを狙った国際法に違反する非人道的な攻撃によって全土で停電が発生しており、多くの国民が厳しい冬を迎えてからも暖房が使用できないなど苦しい生活を強いられているんだ。こういった困窮するウクライナ国民に対して、厳しい冬を乗り越えるために必要な緊急支援を協議するための会合が13日にフランスのパリで開催され、46の国と24の国際機関が10億ユーロ約10億5000万ドル、1450億円をはるかに超える緊急支援を確約したよ。この緊急支援を受けることにより、ウクライナ国民のエネルギー支援や医療、食料支援などが回復し、電力不足については大量の発電機などが提供されるほか、電力消費が少ない LED 電球を3000万個以上供与するなど具体的な内容の検討が進められていて、会合にはゼレンスキー大統領がオンラインで参加しており、これらの支援に対して非常に嬉しいニュースであり、感謝していると述べているね。また、ゼレンスキー大統領は12月12日に開催された G7 においても、ウクライナへの支援が検討されたことについて各国首脳に謝意を伝えた後、ウクライナは自由のために戦っていると強調し、ロシアに不当な侵略をやめさせるには軍事復興外交の3つの側面における、西側諸国の支援の継続が必要不可欠だと指摘して、自由主義陣営が結束を示すための特別サミットを開催すべきであるという提案を示したんだ。確かに西側諸国では長期化した侵略戦争に対して支援疲れを見せる国も出てきており、ウクライナとしては国家存続のための生命線である西側諸国からの支援を継続させるため、その重要性を改めて訴えて支援疲れが広がることを防ぎたいとの思惑があるんだろうな。G7 においては首脳会議が終了した後にウクライナへの揺るぎない支援と団結を再確認するという声明を発表しており、ウクライナのインフラ復旧や防空能力の向上に協力することを明らかにしたほか、プーチン大統領の責任を問うことを強調し、核兵器の使用をほのめかすロシアの脅迫に対しても非難し、一刻も早く侵略を終結させるように呼びかけたよ。日本の岸田首相は G7 から帰国した後の12月14日に、ウクライナのコルスンスキー駐日大使やウクライナ支援活動を実施している、超党派議員連盟のメンバーらと総理大臣官邸で面会をしており、議員連盟からディーゼル発電機4台を寄贈すると、コルスンスキー大使に伝え日本はオールジャパンでウクライナ支援を行うため、この取り組みを後押ししていくと述べ、政府もさらなる越冬支援を進めていく考えを示したね。一方ロシア政府は、西側諸国がこういったウクライナ支援で結束を強めていることに対抗するため、12月30日にプーチン大統領は中国の習近平国家主席とビデオ会談を行い、両国の関係は安定化の要因として重要性を増しているため、軍事協力の深化も目指すと述べたぜ。これに対して習国家主席は困難な世界情勢を踏まえ、中国はロシアとの戦略的協力を拡大する用意をしているが、ウクライナは平行省への道のりは平坦なものではない。あくまでも中国は客観かつ公正な姿勢を維持すると述べていたよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。